まだ美容業界について10年ぐらいしか経ってないので、いまいちその美容業界っていうのがまだ分かってるようで分かってない部分があるんですけれど、ただなんか世の中の一応異業種、飲食業を経験してたり、まあ、ちょっと建設業とかを触ってたりというかちょっと経験してたりっていうところから、まあ、美容業界を見るとやっぱりなんかすごい閉鎖的な業界だなっていうのは思う部分と、すごいクリエイティブなだなと思う部分が両方あって、なんか閉鎖的だなと思うところはやっぱりその美容業界の人たちで美容業界のことを考えて美容業界を作っているので、なんかやっぱり美容業界本位な仕事だったり流行だったり考え方だったりっていうのはすごく感じる。で、具体的にもうちょっと具体的に話すと、なんだなんかこうやっぱりお客さんとお客さんが求めてる、美容師と美容師が求めてる美容師の仕事っていうのがやっぱり結構なんかずれるなっていうのは自分が美容師として働いてて思うし、まあ、現場サロンワークをしてない時はあんまりそういうことは感じないんですけど、実際自分がサロンワークをしている時にはやっぱり感じる。自分が美容師としてしたい仕事っていうのはこういう仕事じゃなのかなとか、こういう仕事だったのかなとか、でもお客さんが求めてるの多分こういう風だよなとか、なんかそういうことはすごく感じてて、まあ、どの業界にでもあるのかなと思うんですけど、なんか美容業界っていうのはちょっとそういうなんだろうな、閉鎖的な部分っていうのは感じるなぁと。でもやっぱりなんか美容業界にしかできないすごい自由で感性豊かな世界っていうのはすごくやっぱりあると思うし、実際僕も美容業界に入って、なんか自分っていうのの感性とか自分っていう価値観を間違ってないんだなっていうふうにやっぱり思ったりとかした部分もすごくあるので、なんかそういう意味では両方すごい合わせ持ってる業界だなとはまず思います。で、まあ、今後の美容業界についてはっていうのは、まあ、自分が個人的に感じてることは、まあ、やっぱりなんかもう一人一スタイリストがもう個人事業体というか、もう一つのブランドとして現場に立って、でそれをサポートするようなお店だったり組織があって、で双方で、自分が持ってる力だったり才能だったりっていうのを発揮していくようになるのかなとは考えてます、ただやっぱりまだ僕らがいる、岐阜県というかこの辺りの地方と言われるところは全然まだそういったのがもっと全然進んでないと思うので、まだまだお店が集客したりとか組織でこう仕事をしていくっていうような多分流れは続くと思うんですけど、なんかすごい本当に最先端とか、最前線だともう本当に芸能人じゃないんですけど、もうタレント性をすごい求められたりとか、
なんだろうな、個人力、人間力っていうのがなんか求められて、それを発揮するために組織に所属してて、まあ、双方で、対等であり、同じ目的意識を持ってなんか取り組んでいくっていうようななんか仕事の仕方に変わっていくんじゃないかなっていうのは実際感じてるので、僕は今はスタイリストでありオーナーであるっていう、まあ、オーナースタイリストなんで両方やってるというか両方考えてるんですけど、お店をやってる、経営側の感覚からするとやっぱりなんかそのタレント性、タレント力っていうのかな、タレント性っていうのかな、まあ、なんかそういう個性とかをやっぱり伸ばしていって、で、そのスタイリストが一つのブランドとして成立するような形の方がやっぱりなんか働いてる人が働きがいのある仕事になるのかなとも思うし、管理する側というかバックアップする側、サポートする側も気持ちよくこうサポートできるんじゃないかなというふうに思うので、まあ、よく言われてますけど、まあ、個人の力がやっぱりすごく重要になってきて、でネガティブな意味ではなく個人戦になっていくのかなと、ポジティブな意味で個人戦になっていくのかなと思います。はい、自分の将来については常に考えているつもりなんですけど、やっぱり見えなくなるときは正直あって、漠然となんか昔からあるのはなんかとにかくでかい人になりたいなっていう、まあ、器が大きいっていうことなんですけど、なんかそこだけは、まあ、基本的にずっと持ち続けてて、まあ、それはそのなんだろうな、器なので、なんかそう困った人をこう受け入れれる器なのか、こう何かを成し遂げる大きさなのかは分かんないんですけど、なんかそういう大きい器が欲しいなとは思ってます。で、仕事として自分の将来の姿は、表現がしにくい。なんかもう生活そのものが仕事で、仕事そのものが生活っていう領域には行きたいなっていう、なんかさあ仕事しようとか、なんかさあプライベートにしようとかじゃなくて、なんかもう普通に呼吸するように、なんかもう仕事であり生活であるっていう、でそこになんかこうなんだろうな、まあいい意味でストレスもあり癒しもあるようなのがやっぱり自分の理想の、まあ、理想というか自分の将来あれたらいいなと思う姿です。これは最近ようやく30歳っていうのを迎えてようやくやっぱり改めて思ったのは、やっぱりなんかいいと思ったものをその時に着て、でなんか結果的に、なんだろうな、ファッションとかヘアスタイルっていうのは出来上がってくると思うんですけど、まあ、流行
とかトレンドとかがを否定するわけじゃないけれど、でもやっぱりあのヘアスタイルとかファッションスタイルっていう、なんかそのスタイルっていうのはなんか自分が確立していくものだと思うから、なんかそのなんだろう、モード系とかストリート系とかこう、まあ、サーフ系、いろいろまあファッションならファッションだったりヘアスタイルあると思うんですけど、なんか最初はやっぱりそういうのに合わせていくと思うけど、だんだんなんか自分の中で自分のスタイルができるようになってくると思うんで、今はというか、まあ、結局なんか昔からこう結果的にこのヘアスタイルになってるっていうことがやっぱり多くて、なんかこの髪型にしたいからこの髪型とか、こういう格好がしたいからこの服っていうよりは、なんか今の自分の気分がこれだったからこういう服を着てたら、なんか髪型のスタイリングが、まあ、美容師だからだと思うんですけど、スタイリングがこういうスタイリングになったとか、なんかこういう髪型をしてて、それに合わせようと思ったら、まあ、こういう服が合うのかなっていう風になった結果だと思うので、まずなんかヘアスタイルとかファッションに関して、自分のファッションとかヘアスタイルに関しては、なんか特に狙ってはない。ただ一つなんか最近言えるのは、なんかストリートはなんか大事にしたいなと思って、なんかそのストリートファッション的なのがちょっとなんか自分で言うのは照れくさいけど、なんかやっぱりリアルなファッションがストリートファッションなのかなっていうのは最近改めて思うので、なんかこう、ストリートファッションですみたいなのを、なんか綺麗な T シャツを着て思ってた昔のイメージじゃなくて、なんかそのストリートっていうものに対して、なんかもうちょっとこうリアルな感じの生活、いい意味で生活感とか、なんか、なんかそういったのが感じられるスタイル、自分になんか馴染んでるスタイルが自分はしたいなと思います。まあでもなんか小ぶさかったなって思うかな、今でもそうだけど、やっぱり頭がっていうか、すごいいろんなことをぐる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 頭の中で巡ってたから、よくやっぱり言われてたのは、なんかまあうるさいもそうだし、そのうるさいっていうのは騒がしいとかじゃなく、言ってからやれみたいな感じとか、なんかそういったことはやっぱり多かったので、なんか口より手動かせとか、なんかそんな感じだったかな。あとは今と変わらず基本的に周りはヒヤヒヤしてた覚えはあるかな。なんか頭蓋骨骨折してみたりなんか関節の中の方を骨折してみたりなんか、あとなんかトラックに轢かれてみたりなんかそういうことをはよくまあありました。